しょうがない、それはもう、今、先週あったことなんだからさ。いや、まあまあまあ、一個ですよ。私の身近な子供って言ったらね。DS をあげたね。その他人の子供と触れ合える気はなんかないからね。はいはい。DS あげた。まあ、めいっ子二人と、あとまあ、妹さんですよ。はいはいはい。と、まあ、私でね、ちょっと所沢の町で、あの、やってた、あの、謎解きゲームに参加してきてね。へいいね。もう日曜です、先週の。で、やっぱり、それだよな、うん。子供が楽しんでる顔、みんな一番だよな。一番、俺たちは。一番。で、まあ、日曜ね、ちょっと時間があったからさ、うん、まあ、ジム行って、で、なんだかんだ、やって、喋んな、そこの。家でね、だらだらして、みたいな。謎解き始めようよ。エロパス何回かやって、みたいな風に考えてたわけよ。そんな、そこいらねえだろ。うん、したら、その妹さんからね、いや、謎解きゲームがあるんだ。謎解きゲームやるんだろって言われたから、もう急遽帰ってね。うん。で、ところどろ街を舞台にしてるわけよ。ところん探偵っつってて。はいはいはい。ところんっていうゆるキャラがいるわけですよ。知らないけど。ところ詐欺ね。それの、その探偵団みたいな。のゲームで、街全体にこう、いろいろこう、ね、謎が、うん。そうだろうね。そう。やっててさ。うん。で、まあ、ところどろ駅着いて、うん、もう。そこからでいいんだよ。もう早く行きたくしょうがない。もうそれこそほんともう32ビートみたいなさ。それはお前変わったスキップしてたの？変わった、私じゃないよ。私がしたらおかしいでしょ。めいっ子がよ。もう早く行きたいと。40の男はいつ変わったスキップすんのよ。いや、しやっぱフィリピンパブ行くとくいい。そうね。行きと帰りね。いや、私にとってはほんとね、ブロードウェイなわけだからさ。金消し帰りに行けたらもんよ。ピンパブ行くのは。え、そうだ、いいよ、うん、そこは。それで。もう、めいっ子は、テンションかなり上がる、うん。テンション高い、もう。いや、そうなんだろうな。来い来い来い、なんつって言ってね。早く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 なんつって言ったら、スタート地点に。うん、したら、公民館なんですよ。うん、で、もう、すごい行列というか、うん、もう子供たちがね、うん、もう、並んでるわけよ。はいはいはい、もう、子供と大人が。お姉ちゃんの方が春日に似てるんだってね。まあ、そうだね。性格とかが。とか、面構えもやっぱり似て、私の幼少期に似てるわね。あ、そうなんだ。うん。なんかお姉ちゃんが、お姉ちゃんっていうか、妹か、お前の。うん、うん。お母さんだよね、だから。うん。が、行ったじゃん、うん、俺、家に。はいはい。そしたら、これ、お兄ちゃんに、内緒だよ、っつって。うん。私に？うん。うん、うん。言ったのよ。ほう。言何がよ言ったのかな、妹さんが多分トークのことを気にしててくれてて、日曜日まで内緒だよっつって。ああ、めいっ子に。めいっ子にって、めいっ子と春日のグループラインがあるらしいじゃない。まあ、グループラインあるね。ひらがなで送られてきますよ。うん。妹のスマートフォン返してね。そう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 。返してる時に妹のスマートフォン。あるでしょ、あるある。で、だから日曜日まで内緒だよってトークするからって思ってくれて、妹さんが。言ってくれたんだけど、春日に似てるなと思ったんだけど、妹さんはなんか、二人のね、お姉ちゃん妹いて、分かったみたいなけど、お姉ちゃんはなんか、の方は、言っちゃおうかな、クフフって言ってたから。そんなこと言わないだろ。そんな、めっちゃ笑ってたから、言っちゃおうかな、クフフ。それいつやった言ってたから。そう、いやいや、そこは似てないと思う。春日っぽいなと思って。いや、そんなことや。口が硬いで有名だから、私は、ね。高校の時から。それずっと言うな、それ。言うなってことはもう一切言わないから。それずっと言ってんだ、お前。自信あるからね。うん、まあまあ、そう言って、まあ、スタートして、もうすっごい並んでんのよ。うん、それで、そこ並んでさ、なんかこう、受付してね、うん、ところん探偵手帳みたいなのがもらってさ、うん、そういろいろ書いてあるの。で、この持ったまま、とりあえず公民館なんか入って、うん、VTR をね、はい、見てもらいます。はいはい、最初の。最初のね、うん、で、まあ入ってさ、もう30人ぐらいいるのよ。マスクとフードはやっぱ被ってる。フライデースタイル、ね。フライデースタイル、うん。それはさ、言わないの、うん、お姉ちゃんの方が。うん。オードリーの春日ですよ。それは言わないし、うん、妹もやっぱ注意するのよ。そこはね。そうそう、その、ね、名前でね。あ、春日って呼ばないように。呼ばないように。春日って呼ぶの。春日と呼ばないけど、ね。その、あんまり、その、話しかけたりとか、うん、ねえねえ、みたいな。あ、やめなさい。うん、そう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 、うん。絡むのやめなさい、みたいな。声とかでね。まあそんな風に、そんな風に、そこまでバレないと思うけど、妹はケアするわけよ。うん、注意するわけ、めいっ子二人にね、はいはいはい。
で、まあそのさ、フライデースタイルでね、入ってさ、公民館なんか、うん、見るのよ。V をなんかモニターみたいに映ってさ、うん、でところんとなんかね職員さんかな市役所の職員の若い、うん、男の人がさ、うん、ねところ暇だねなんつって始まるんだよ、うん、その V もう手作りの V がさ、あそうなんかこれからこういうテーマでミッションがあるって事件が起こる、これから地獄の街ところさお前たちへはいずり回るのでうわーひゃいはいはーってところんが言う感じで、いや泣くだろ全員泣くだろ子供が。もう大惨事だよ公民館だけが。うわー怖いーっつって言ってところするんじゃないからね。もう可愛らしいキャラクターだからね。職員さんと話したら部屋にまた別の職員のね男の子バーって入ってきて、大変ですっつって、航空公園の、うん、あの飛行機の、うん、プロペラが盗まれましたっていうわけよ。なるほど。でみんな行ってさ、プロペラがない、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 ないみたいなさ。そのプロペラは、キャバクラのビップルームに隠されているという話もあるぞ。今すぐ、プロペ通りを這いずり回って、探し出すがいい。うわーい、はい、はい、はい。市役所が主催でやってんのよ。なんだその街。子供に謎きっと増やて、キャバクラリーなんてそんなことを。子供対象に市がやるイベントじゃねえだろそれよ。健全な街で所沢っちゅうのは。じゃあ一緒に探してねみたいなこと言うの、ところがねこの画面、うん、カメラに向かって、うん、したらやっぱ子供たちがさ、はーいとか言ってさ、うん、車には気をつけてね、うん、大人の方と一緒に安全にこう、うん、調査してねなんて、うん、はーいなんつって言って、めいっ子が一番でかいからね、はーい一番前で手帳握ってはーいってやってるわけよ。制限時間とかないのね。一応でもその何時までみたいなある。何時まで。それはでもね、うん、だいぶあった2時間ぐらいあったから、うん、まあまあ余裕持っていろいろこう回れるぐらいの、はいはいはい。何を探せばいいの？それだ、犯人を探して、そのプロペラを取り返してくれっていうわけ。プロペラをね。その V だとね。うんうん、で、スター。犯人は、雀荘でフリーで撃ってる、白髪混じりの、葉巻を加えた、口ひげの男という話もあるぞ。いいか、雀荘でフリーで撃ってる男、探し出すごい！いや、もう中止よ。そんなもう中止。中止になって問題になって何人か首が飛ぶよ、それ。そんなイベントやってたら。いやいやね、さ、見つけてきてくれよ。うん、お願いよみたいな。ケロロ軍曹にならなかった、今。ケロロ軍曹になってる。見つけてきてケロって言ったよね。ケロロ軍曹になったよね。いや、トコロンだから、ケロロ軍曹じゃない。ちょっといい？見つけてきてくれ。2回目の。ケロって言って、ケロロ軍曹になったよ。トコロンだから。いやいやね、さ、見つけてきてくれよ。くれよだね。くれよだ、ギリギリでくれだな。またタイムアウトしてさ。もうタイムアウトない。あと一個しかないですよ。ごめんごめん。で、こう、スタートしてみんなゾロゾロ行くわけよ。うん、ね。で、もう、こう、その手帳ってか、なんか、書いてあるの。うん、その、順番って、ここ行って、ここ行って、みたいな。まず、新聞屋さんに新聞をもらう、なんつって言ってさ、うん、なんか、地下道みたいな、新聞屋さんに新聞もらって、そこにさ、いろいろ書いてあるけど、情報が、うん。その、盗まれたと、プロペラが。で、容疑者が、これ誰と、これと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 書いてあってね。で、目撃者がいるらしいと。で、その目撃者が所沢の町にね、うん、こう、散らばってるから見つけ出して、うん、あのヒントの紙をもらってくれみたいな、なるほど、書いてあるの、はい、でそれ見てさ行こうだって順番に、うん、まず最初の目撃者が、はい、お相撲さんね、へお相撲さんがイオンの前に立ってんのよ、多分職員の若い男の子かな、ガリガリの男の子がさ、浴衣着てさ、ちょんまげの面かぶってさ、こっちですとか言って、やって、まあ、とこばーっと言って、ヒントちょうだいなんて言って、うちのね、メイクはしたら、これだよ、ゴアスみたいなことを言ってさ、一応なんか設定が、
あってなんかバイトなのか職員なのかわかんないけどね、こうやって、それをもうもらって、そこにいろんな書いてあるヒントが。まあまあ子供低学年用だから、なんかこう、なんつうのかな、絵が書いてあってさ、こうなんかドーナツの絵と、なんかレモンの絵とさ、なんかいろいろ書いてあって、この、ここに入るのは何の、言葉かとかさ、あるわけよ。月とかなんか火の絵が書いてあってね、水の絵書いてあってさ、ここ、次のここの、そうそうそうは何の言葉が入るかみたいなのをこう集めていくわけ。で、お相撲さんがいてね、で、またこう新聞読んでたら、こう次のポイントには、野球選手がいるよ、なんつって言って。で、いるのはライオンズのさ、ユニフォーム着てね、ガリガリの男の子がさ、帽子かぶってさ、セーブだからね。セーブだからね。で、はいはい、ホームランとか言ってこうもうくれるわけよ。で、それもらってって。で、バスケットボール。それはなんか、どんなことを喋ってんの、野球選手。野球選手は、だからその、いいか、お前ら、俺はな、二軍で肘を壊し、その故障が治らず、野球の道は諦めた。それから裏社会に身を投じ、そこからこの街は、俺の街になったんだ。うわぁ、もうやめたわよ、そのイベントは。そんなんだ、そんななんか、ね、もっと明るいさ、ドラフト1位で入って、みたいな。スター選手になって、みたいな、いいのよ。闇の部分をさ、ピックアップしたイベントじゃないから、別に。力士もなんかね、故障してとかそういうんじゃないよ。明るいさ。ちょっと、仮にだけど、力士でどんな怖さだったか、教えてもらっていい？どんな感じだったの？力士や子供に対して。よく来たな！俺はな、序二段まで行ったんだが、膝を壊して、今は、クラブの用心棒をやっている！はい、テキーラ！めちゃめちゃ怖いじゃん、その謎解きゲーム。いや、そうじゃないよ、そんなんか。テキーラ出してくるじゃん。いや、そんな龍が如くみたいな、そんな話じゃないよ。なんかパイプ振り回したりしてなかった？ゴミ箱振り回したり。いや、してないよ。街の人殴ったりしてないよ。コンビニ入ったりとかしてないよ、別に。ぶつかったりしてよろけたりする。よろけたりしてないよ、いやいや、それで、やってってね。で、この、ま、5人ぐらいかな。その目撃者に会うと、信徒の紙にいろいろ書いてあって、その新聞の中の容疑者が一人一人消えていくというかね。なるほど。この人は違うな、この人は違うな、って、ま、最終的に犯人が見つかって、プロペラが隠してある場所もわかる。はいはい。ってなってるわけよ。だからその力士が。で、プロペラはなんで隠しちゃうの？プロペラだから犯人が航空公園の飛行機、展示された飛行機の、プロペラを取って、盗んで、どっかに隠してる。それなんでなの？いや、なんでっちゃ分からんよ。なんかもう出来心分かんない。なんか目的あるの？ほんとに。徳がないと人間って行動しないじゃない。うん、何の徳があったの？プロペラを盗むことに。プロペラをどっかに売るとかさ。売るんだったら隠さなくていいじゃん。で、その、ね、業者が見つかる、一番高く買ってくれるところが見つかるまで隠してで、なんで自宅じゃないのよ。いや、自宅は、でかいもんだから、自宅だと隠しきれない。もういいだろ、別にそこは。犯人の動機なんかどうでもいいんだよ、見つけて、プロペラの隠し場所だって。よかったね。なぜプロペラを俺が隠してかって出来心じゃ！いや、そんなこと大きなこと言わなくていいんだよ、別に。そうだろうなって思うし、出来心だった。もっとなんかすごい理由があると思っただろう、そこ。大声で言われる。普通だな、おい。いや、それいいのよ。それでね、まあ、力士、いや、何回説明してんだよ、そこ。野球選手いて、バスケットボール選手が。その、絵に描いた新聞に、ここに野球選手が絵でね、ここのタワーの下にいるよ、とか、ここのスーパーの前にいるよ、つって。で、こう、辿っていくわけですよ。で、その次の絵が、なんか、普通のなんか、おじさんの絵だったの。ワイシャツ着てね。もしかして。何の絵だ、つって行ったらなんかね、部屋のなんかビルの、なんか奥の方の部屋とか、なんだろうね、なんつ妹とかとね、話しながら行って、部屋入ってみたら、ピンクのベストを着たさ、髪を七三に分けた、おじさんがさ、職員さんが。マジで？私がさ、所沢といえばだ。そう。で、その時分かったんだけど、お相撲さんもいるのよ。今、所沢出身で活躍している。で、ライオンズでしょ？そうだね。で、バスケットボールのチームもあるわけよ。うん。だから、所沢にちなんだ人たちが、目撃者として、
ね、こら、ね、ピックアップというか。しかも最後の最後でしょ。最後の最後。しかも、他の人たちはスーパーの前とか、はい、通りのね、目立つところにいたんだけどさ、私だけなんかさ、入ったこともねえようなところだね、はい、出身で、入ったこともねえようなビルのなんか奥の一番なんか会議室みたいな。立ってんの部屋にいるのよ、立ってんの、ピンクの。やっぱ胸張ってんの、なんか気持ち張ってたよ。おじさんよ、もう。他はお兄さんがやってるの、私だけさ。でもおじさんだから、おじさんがやるしかないよ。カペタのさ、七三のさ、で、ベストもさ、まあ、ピンクなんだけどさ、まあ、明らかにセーター切っただろ、みたいな。それがなんかもう、もう。うん、でもメインの最後の人だ、じゃあ。言ったらボスだよ、言ったら。で、ネクタイしてさ、で、なんか、わっと思うじゃん、そんな。春日が春日に会いに行くんだもんね。うん、そうそう。んで、それ見て妹もね、めいっ子にね、ダメだよ、つって言っちゃう、つって。その本物がいるよ、みたいな、こうね。いや、お姉ちゃんはな、そういうの好きだからね。そういうのね。言っちゃうの好き。ダメだからね、なんつって言ってるんで、私も、部屋入らずね、うん、外からこう見守ってたわけよ。うん、で、めいっ子二人が、春日にね、うん、偽春日にさ、向かっていって、そのヒントの紙もらわなきゃいけないから、うん。どっちが、どっちが。何が。偽春日っていう。向こうだろうかよ、偽春日。すごいごめん。こっちは本物でしょうか。本物は、こうね、部屋の外から見てて。どっちもまあ偽っていう話もあるけど。どういうことなんだよ。実力的にね。そうそうそう。うん、まあ、それはいいや。ちょっと引っかかるけど、まあいいや。うん、で、二人、ね、めっこ行って、で、もらうのよ。で、それぞれの人は、ごちそうですとかやっぱ言ってきたから、なんていうのかさ、やっぱ本当にもう普通に、ドゥースって言って。ドゥースって渡したの。ドゥースって言ったら、まあ、その人も不本意なんだろうね。すっごい小声で、やりたくなかったんだよ、ね、じゃんけんで大負けしただろうからな。その役やるってなると。いや、わからないけど。ドゥースって言うだけ。顔も乗ってないわけよ。なんかもう、恥ずかしいよな。あの格好。それだけ喋ったこと。で、ドゥースってやって、それも、その、まあ、指付きでね、ジェスチャー付けてやったんだけど、それがもう、まあ、一番よくある間違いよ。何何何2本でさ、指を。ああ、やっちゃった。ドゥースって、まあ、やって、たのよ。どうする？んで、あ、まあまあ、うん、まあ違うなと思ったけど、別にそんな関係ないじゃん。関係ないというか、そのヒントもらってさ、あの、帰らない話だから。そこやっぱ引っかかんだよね、お姉ちゃんが。トゥース、そう、違うよ、つって言って。危ない危ない。うん。トゥースはこう一本なんだよ、つって言って。で、教えるのよ。で、そのね、ニセカセがもう、トゥース、なんつって言って。直した。そう、直して。一本に。で、そのメイクはまた姉ちゃんが、トゥースの後はね、はぁやんなきゃ。すごい詳しいね。すごい教えるじゃん。なんかいろんな、なんかさ。教えてくれる。教えてくるでしょ、ポケモンのこととか。ポケモンのこととか。そのおじさん、なんか使命感わかんないけど、姉ちゃんがちゃんとやってほしい。トゥースの後はこう、はぁがなきゃダメなんだよ。はぁがないとこう、あれ、締めてるあれだから。うん、それはお前が説明したんだろうな、いつかな。あれ何そうそうって聞かれて。もうおしまいそれ覚えてんだ。おしまいのやつなんで、あれないと終われないんだよ。いいよ、いいよ。なんつって言って。へぇ、そう。で、トゥースって言って、はぁっつって。まあまあ、それで終わるなって言うけど、お姉ちゃんがね、鬼ヶ原やって。とか言うわけ知ってるな。そう。もう、その、カスガチェックに入ってるわけ、そのおじさん、ね、ちゃんとできるから。そうそう。鬼がね、その人も、まあまあ知ってくれっつって、やってくれんだよ、子供が言うことだからっつって。でも、それも、このなんか、鬼がやらちょっと違うやつ。この、指が角になっちゃってる、ね。指を角になって、ただただ上向いてるだけみたいな。フェアレスミスだね、それは。やつやって、そう、また姉ちゃんが、違うよ、つって言って。そう、ちょ、見てて、なんつって。鬼がやらとかってやるのよ。お姉ちゃんの方がっちりね。好きだからね。そう、もう好きだから。春日のこと。で、鬼がやって、アパやってさ、アパ、アパも違うなんつって言って、いろいろ教えてるわけ。もう俺の仕事だね、ほとんどね。お姉ちゃんがやってることで、鬼がやって、アパ次、アパやって。それやってて、もう、で、それずっとやってるもんだからさ、行列になっちゃってさ、他の子たち。なるほど、後ろがね。ずっとやって、もうヒント渡せねえから。はいはいはい。行列になっちゃって。で、もう行こう、いつ妹が入ってってさ、もう行こう行こうなんつって言って、で、部屋出てね。出た。そうそうそう。ちなみに、B 面の、春日はなんつって言うのかな。B 面の？うん、今までの B 面の春日だったら子供になんて言うのかな。B 面あ、はいはいはい。へへへへへ。チュースバカ野郎俺のことを知ってるか、うん、昔テレビに出てた春日だよ今はこの部屋でよお前たちにヒントを配る仕事してんだよ時給だぞ時給で暮らしてんだバカ野郎
あーばあ。やりたいけどね、その謎解き。いや怖いよ、子供からしたら怖いから。昔は良かったのにそこから落ちた大人って怖いから。怖いよ、怖いよね、やっぱりね。社会に対して何か思うところもあるだろうし、そいつはね。でもやっぱり知っといてもいいかもしれない、うん。いや、そういうのじゃない。ちゃんと健全なやつだね。で、もうゴール近いなんつって言ってね。うん、その今まで集めたヒントを参考に、うん、なんかその、謎解き部屋みたいなのあってさ、子供たちがもうひしめいてるわけ。もう最後、それ。もう最後、最後。そこでみんなで、みんなでというか、その、それぞれがね、そこに集まってさ、全部照らし合わせて、最後の犯人とか見つけて、で、これあれだなんだって言って、今見つかったっけ、犯人と。犯人とプロペラの場所が。うん、で、それをお姉さんに言いに行ってね。うん、で、犯人誰なんかこう、耳打ちしてさ、他の子に聞こえるからさ。うん、で、はい、正解です。うん、つって言って、うん、まあ、小1時間半ぐらいかな。うん。で、こう、まあ、終わるんだぜ。終わってね。で、まあ、ゴールする子なんかも、大体もう制限時間、まあ、ギリギリぐらいだったかな。うん。うん、で、終わってね、うん。で、ご褒美があるなんつって言って、うん、こう、お菓子を。うん。くれるなんですよ。お菓子なんだ。そうそう。いや、いい、無料なのにお菓子もあるし、なんかこう、トコロンのバッジとかさ。いいね。トコロンのトレーディングカードとかさ、ステッカーとかなんかいろいろもらえるわけですよ。うん、で、じゃあそれもらいに行こうなんつってさ、うん、その、くれる部屋に行ったの。うんうん、したらね、その、まあ、トコロンももちろんいたし、うん、あと今までこうヒントくれた、その、力士の人とかさ、うん、野球選手とか、うん、バスケットボール選手とかいるのよ。うん、で、それ配ってるわけ、こうやって。うんうんうん、で、そこ前に。ならね、はい、で、まあ、春日もいるのよ、うん、偽春日のやってるね、まだね、やってて、うん、春日の全然春日の前にいないの、子供がもらいに行かない、もらいに他はわーってなってね、ママでもそれはさ、まあいいじゃん、それは、うん、なんかちょっとやっぱ一人だけリアルでちょっと気持ち悪いしさ、なんかその七三でね、七三でなんかさ、他なんかとっつきにくいってことだな、コントっぽいね、他はね、リンパマッサージはね一番行ってるだろうけどまあその人はね、年齢的にもね、で、まあ、まあ少ないねなんつって言って妹は話したのよ、なんとも言えないな、まあ、なんともなーつって言ってさ、パッて見たらさ、あのお姉ちゃんが泣いてんのよ、春日の列に少ないつって言って、人が。やっぱそうか、春日のこと好きだから。うん、好きだからね。あ、うん、悔しいんだろうな。悔しい。その春日はかわいそうだ。みたいな。でもどうにもならないじゃない、それは。大丈夫だ、いいんだ、いいんだ、つって言って。で、ね、お菓子もらってさ。お菓子もらうときは しっかり、その、力士からもらってたけどね。でそこでさ、春日がの出番だったんじゃないの、その春日役の人ぶっ飛ばしてさ、うん、ベスト引っぺがしてきてさ、下に分けて、そしたらお前のところ列に行ってたの、なんでぶっ飛ばさなきゃいけないんだよ